皆さんこんにちは。平成28年8月号の WebTV 阿蘇プラスです。連日日本各地で猛暑日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしですか？阿蘇市の小中学校では熊本地震の影響で普段よりも短い夏休みとなっています。そんな中、阿蘇西小学校にプロラグビー選手で日本代表の五郎丸歩選手が来てくれました。児童たちには夏休みの登校日にラグビー教室があるとだけ知らされていて、私たち報道陣にも児童たちに絶対に気づかれないようにと協力を依頼されていました。なので、五郎丸選手が登場した時には大歓声が起こり、子どもたちも興奮した様子で、笑顔あふれるラグビー教室となりました。またスポーツつながりで言いますと、夏の甲子園の始球式に阿蘇中央高校野球部キャプテンの倉岡正清くんが投手に選ばれました。8月7日の第一試合でマウンドに立った倉岡くんですが、8月4日に阿蘇市長に表敬訪問した際に取材をしたんですが、その時に倉岡くんはインタビューで、全国の皆さんに熊本は元気だという姿を見せたい、また熊本に支援をいただいた感謝の気持ちを持って投げたいと力強く答えていました。始球式当日は私もテレビの前で応援していましたが、倉岡くんが投げた後、会場からの拍手が鳴り止まなかったのがとても印象的で、倉岡くんの姿に本当に感動しました。この五郎丸選手のラグビー教室と倉岡くんの市長表敬訪問は WebTV 阿蘇のニュースとして配信していますので、ぜひご覧ください。さて、今月の WebTV 阿蘇プラスはこれから行われる阿蘇市のイベントを2つご紹介します。まずはじめに8月20日土曜日に内巻商店街周辺を会場に行われる阿蘇市民復興祭りです。阿蘇市では毎年恒例の大阿蘇日の山祭りを開催していましたが、それに代わり開催されます。復興への熱い思いを届けようと、市内各種団体が力を合わせてお祭りを盛り上げてくれます。全長600メートルの露店やカドリードミニオンの移動動物園、またプロレスの復興イベントなどがあり、そして3000発の花火が夏の夜空を彩ります。地元の人たちも楽しみにしているこのお祭り、阿蘇の美味しいものを食べて、またイベントや花火を見て阿蘇の夏を満喫してください。この阿蘇市民復興祭りは8月20日土曜日午後3時から内巻商店街周辺を会場に行われます。詳しくは阿蘇市まちづくり課までお問い合わせください。続いては9月3日4日の土日に開催されます第6回大阿蘇元気ウォーク2016をご紹介します。毎年たくさんの参加者でにぎわうこのイベント、今年は熊本地震の影響で開催も危ぶまれましたが、県内外から中止しないでほしいというたくさんの声をいただきまして開催に踏み切りました。一部コースや内容の変更はありますが、2日間で6つのコースが楽しめます。距離は5キロ、10キロ、20キロの3種類があり、温泉街や宿場町などを通り阿蘇の雄大な自然を満喫できるコースとなっています。また商店街やスイーツのお店もコースの途中にあって、立ち寄ってさまざまな阿蘇を味わっていただこうと、阿蘇を丸かじりというサブタイトルが付けられています。そしてコースの途中の休憩所では地元の新鮮な野菜が振る舞われます。実は私もおととし5キロコースを歩いたんですが、この休憩所がとても楽しみで、本当に地元の人たちが温かく迎えてくれます。その温かさと、野菜の美味しさが忘れられない、このイベントです。なお今年の大阿蘇元気ウォークについては WebTV 阿蘇で特集番組を作っていますので、そちらもぜひご覧ください。9月3日4日の土日に開催される第6回大阿蘇元気ウォーク2016は、詳しくは阿蘇市観光課内の実行委員会事務局までお問い合わせください。
夏休みも残り少なくなってきましたが、家族旅行などはもう行かれましたか？猛暑続きで暑さにうんざりしている方、阿蘇市はとっても涼しいですよ。阿蘇市への交通ルートは、国道57号線はまだ寸断されていますが、ミルクロードからは来ることができます。また7月9日には、JR 豊肥線の阿蘇駅と豊後荻駅間の運転が再開され、大分方面からは列車を使って来ることもできます。さらに阿蘇市ホームページでは、車がなくても阿蘇に行ける公共交通機関マップや、通行止めや車両重量制限の情報などが詳しく載っている阿蘇地域アクセスルートマップを掲載していますので、阿蘇に来る際にはぜひ参考にされてください。夏の思い出はぜひ阿蘇市に来て作ってください。それでは今月号の WebTV 阿蘇プラス、これで失礼します。